カナエです。最近、クズハと会った時にクズハのスマホ見たら、待ち受けがアンジュさんでした。よろしくお願いします。私が好きなんだそうなんだやべえよいや、弁解の余地は最後まで取っておく。最後自分だったら来るからね、ちゃんと。まだ彼は。できた人道かよ。どういうこと私ら利用されたんちゃうか。マジか。無駄言ってた。利用されたって何本当は私たちが二人で遊ぶためのやつなんね、これ。そうだ。今の二人でいていいっすよ、今んとこ。それが真だから出るのか。待ち受けは早瀬壮さんで。あ、逆か。そう、逆逆。ロック解除したらアンジュさん。ロック解除したらアンジュさんなんですよ。そうそう。二股ってことですか違う。夜はアンジュってことですか通ずるとこあんの本人どうなのお姉さんみたいな。お姉さん。違う。私のこと欲しいって言ったのに。あ、そうか、じゃあまあ、それは個人の自由ってことで、じゃあゲーム始めますか。ちょっと待ってじゃあ10秒くらいで、うん、ちなみになんでそれにしたのって言ったら、とつまちでもらって、なんかもらったのに使わないの申し訳ないからって申し訳なかったのに。いいやつ普通に彼の名誉のために弁解しておく。優しい。お前が名誉崩して、お前が名誉挽回して。大丈夫、僕はお前の味方だから安心しろ。怖くねえじゃん。やろうよ。